伝統的なチベット地域と現在の地方行政協会分割を比較。妖精のチベット分割は、新朝の妖精店が1723年の1724年に、大見地方に出兵し、愚ハ藩一族を征服した、際の事後措置。この措置により、チベットは、丹田山脈より立地川にかけての線により二分され、その西南部は、岩田ポタンに委ねられ。 その東北部のモンゴル王公、チベット人諸校らは、大海地方と甘粛省、四川省、雲南省などの諸省に分属させられることとなった。中華人民共和国のチベット民族の自治区をチベット部分のみに限定し、その他のチベット各地を青海省と甘粛、四川、雲南などの内地諸省に分割して組み込む行政区画は、 この分割の際の教会を踏襲したものである。オイラト系モンゴル人の愚ハ藩は、1637年から1642年にかけてチベットのほぼ全土を征服、いくつかの大領主を滅ぼし、その他の各地の諸侯を服属させた。彼らは従前、明朝からの作法を受けていたが、この時期、中国は民末新書の混乱状態にあり、愚子藩王朝による、 チベット征服に対し中国側からの抵抗はなかった。愚ハ藩一族によるチベット東部の支配形態には数年人気の大官を派遣して統治に当たらせる直轄領と古くからの歴史を持つ諸公に奉能させ諸領の安堵や内紛の調停を行う諸公領とがあったが中国において清朝の支配が確立すると中国との隣接地方に位置する諸行の中には 両主の後目争いや内紛などで、成長に頼ろうとするものが出てくるようになり、17世紀後半より、チベットと中国の境界地方では、愚子ン一族と新朝地方間の小競り合いが見られるようになった。新朝側では、愚子ン一族のチベット諸行への支配について、本来、内地に属する、はずの万人たちが、不当に、猛虎の支配を受けているという立場を取り、 例えば1720年、ジュンガルの信仰に対する救援を名目に、高規定が介入した際には、リタン、バタンの有力者たちを勝負し、また、養精帝は、カム地方に地方官を派遣し、カム地方の諸公に、新朝の作法を受けるよう求め、拒否する者は天使に戦を仕掛けた者とみなすと威嚇、愚子藩一族から抗議を受けている。ただし、高は、 グシハ藩の建た法を、チベットの正当な生態とみなし、ジュンガルのチベット信仰に対する介入にあたっては、ダライラマを要するチベット藩という旧体制の復活を支援するという建前に基づいて行動したのに対し、要請帝は18世紀初頭以来続くグシハ藩、一族の内紛を、検案解決の後期とみなし、1723年、内紛の当事者ロブサン,ダンジンを、 清長に対する反乱者と決めつけ、年功業を司令官とする遠征軍を大見地方に派遣し、不子藩一族を一挙に制圧するに至る。ここで、陽性のチベット分割によって成立した清長によるチベットの行政区画の特徴を明らかにするため、元朝、明朝のチベットに対する措置を見てみよう。元長期、チベットは2005年現在、チベットに区分される領域と、 その東部を合わせた全域が、ノブマサインの管轄地、トバンとして一括された。ノブマサインは、チベット仏教サキャ派の長が就任する、帝氏、国師を長官とし、仏教の僧侶と信者及びトバンの領域を司る、ための機関である。チベットでは、各地の諸公がサキャ派を通じ、規模の大小に応じて万個、千個などの称号を受けた。この時期、チベット全域が、 一晩として一括されており、後のチベット部分のみをチベットとし、東部地方を内地に組み込むような区分は行われていない。明朝の初期、初代皇文帝は、民に使者を派遣してきたチベット諸公に対し、元朝と同様、規模の大小に応じた英者の称号を与えた。この称号の授受により、チベット諸公が明朝皇帝の軍事指揮権に服し、 同等の称号を有する明朝の軍人と同じ、職務を担ったわけではなく、単なる名誉のランク付けに留まる。民が検視してきた諸国、諸民族に対し言った作法において、民族単位で統一政権を樹立した朝鮮、安南、琉球、日本では各国の最高実力者が代表して、王号を受けたのに対し、統一政権を樹立せぬまま民と通行した女神。 チベットなどの有力者たちは、個別に英書の各級の称号を受けたのである。コーブミカドによるチベット諸公の作法においては、カラス・オモエクラ、エイ、エダカン・エイにそれぞれ色紙し、戦意紙が一つずつ、以下、チベット全土で合わせて、厳水符1、小陶一、1、ンコフ13、千古書4などが配置された。ここで言う、カラス・オモエクラとは、チベット語、 ウーザンを恩赦したもので、今日のチベット部分の中核部を占める中央チベットを、エダカンとは、アムドとカムの略称、ドカムを恩赦したもので、今日のチベットの北部、東部とオーミ、関宿、四川、雲南の諸省に分割されたチベット東部地方を指す。後、ク楽カドの時、中央チベットを制圧するパクモドゥパをはじめとする、有力勢力が作法を受け、三大法王、 五代教王党と呼ばれたが、後の身代に見られるような、カラスオモエクラのみをチベットとみなし、枝間部分を中国の内地とみなすような区分は、この時期にも行われていない。年功、今日の大海善工事よは、要請2年5月11日付で提出された、愚子藩一族制圧後の事後措置の報告と、チベットに対する再編案である。様々な資料に収録されているが、 文献総書書集の上鎮政改善工事譲りが最も詳細であると思われる。以下の記述はすべてこれによる。構成としては、愚主藩一族の内紛において、当初から政長を頼ろうとした者たち。はじめは、ロブ三段人側に加担したが、新朝の介入を見て、政長に抵抗することなく、振った者たち、新朝軍と戦い、 敗北した後降伏した者たちなどに対する個別の措置の報告、愚子ンによる征服と再編以来のチベットの現状報告、愚子ン一族がチベットに対して有していた権限、権益の摂取と再分配に関する提案などからなる。陽性のチベット分割は年功、業のこの再編案に基づいて進められた。妖精帝はこの事件より後年、 運気総徳の高その明より、ベトナム領のトリウの銅山について、進行して、これを奪うことを提案する上層があった際には、堂々たる店長が商法取りを争うものではないと、たしなめ、却下するなど、大国としての対面にこだわる側面を有していた。このような妖精帝に、ダライラマを要する愚子藩一族を、チベットの政党の生態とみなしていた父皇帝の方針を一変し、 グシファン一族の権益をすべて召し上げるという行為を受け入れさせるためのロジックとしては、チベットの国土をダライラマの効果の地と元来、内地であった土地に二分し、グシファン一族が不当に占拠していた内地への支配権を回復するという観点が打ち出された。1720年代初頭のチベットの現状は、次のように描写されている。あるいは無知な者は、この措置に疑念を停止。 ダラ,ライラマが所有する地方ではないかと考えるかもしれない。調べてみるに、再会、バルカム、ウー、サンは、タングートの4大部落である。グシファンは、その凶暴をたくましくしてその地をすべて所有し、再会の地面が、広くなだらかで遊牧に便利であり、カムは、住民が密集し、食料が豊富であるので、この領主を子孫に分属させた。そのようなわけで、 彼らは再会に住んで遊牧し、ロロンゾン二頭のカムの地は、すべて再会の将王、書、大臣に貢ぎ物を収めるのである。ロロンゾン二世のウ・ツァンの領所は、昔は、ダライラマとパンチェンラマに伏せされ、高価の地となっていた。ここから、ロロンゾン二頭のバルカム一帯は、再会猛虎の所有であったことがわかる。上鎮静改善工事をずりウェイン部に続けて、チベットの再編案として、 次のように述べる。今、再開が反逆したから、これを取り上げ、視線と雲難に分属させるべきことに、疑いの余地はない。数十万の万民を、水、火の中から救い出し、クッションの上に座らせるという言葉は、まさに文字面通りの意味であって、決して、ダライラマの高価電磁を奪い取るのではないのだ。上鎮静改善工事をずりアむど、 カムのチベット人に対する愚ハ藩一族の支配下については次のように描写されている。調べてみるに、愚ハ藩の子孫による再会の選挙はいまだ百年に及ばない。しかしながら、西藩で、先世にいる者は東北は、関州、領州から、西南は、川州、昭楼に及ぶ。四川の松藩、ダヤロ、リタン、バタンと雲南の中を収む等々に及ぶ地域の、 辺境に沿った数千里は昔から今まで西番が住み遊牧してきた。西番の中には黒番あり、牙はあり、青番あり、熟番があり、種類は異なっているが代々土着してきており移ってきたのではない。元来は再開猛虎の所属ではなく、実は我が藩族なのである。民末以来彼らに対する統制を失い、ある者たちは ラマの伝子となり、ある、者たちは再会に功能し、何年にも渡り約束してきた。再会の牛、羊、ロバは、これをンより取り立てる。麦、豆、青はこれをンより取り立てる。理系機、印帳もこれをンより取り立てる。番が、内地にいながら、税を猛虎に収める。ここに道理があるだろうか ロブ三段人が背いた時には、西番たちはこうして放棄し、はっきりと官兵に敵対した。猛虎があると知っているにとどまり、陳、栄があることを知らず、蝶、守るがあることを知らない。このような状態は、短期見に出来上がったものではない。趙陳性改善工事をずり前説で見た通り、岩鳥の万古星、妙朝の栄所星による、作法体制のいずれも、中央チベットと、 東部チベットに内地とそれ以外という区分をもたらすものではなかった。しかし、清朝の君主たちは、新書以来、チベットやモンゴルなど、チベット仏教圏の民に対しては、文字皇帝として、ダライラマを要する姿勢を示し続けており、商法を取りなど争わぬ、天朝の主として、また、文樹皇帝として、ダライラマの権益を侵害し得る立場にはなかった。チベットの国土に対する、 ダライラマの効果の地と内地という二分割は、高規定の対チベット方針を覆し、愚子藩一族の権益を剥奪して我が物にすることを正当化するロジックとして、この時に創始されたものである。年功、行の大見善工事よは、カム地方をチベットと四川の間で二分する、よう提案するものであったが、実際には、ダライラマ所管地方と四川、 雲南の三地方に分配されることとなった。清実録養精3年11月期の都執事の上には、先々総督竹、正規からのより詳細な分割案と、犠牲王大臣らによる検討、養精邸から得た旨がまとめて記載されている。竹、正規による分割案の内容は以下の通り。ダルテドの教会より、奥のリタンバタンダクヤプチャムド、雲南の中治む。 チャムドの多くのロロンゾン、ザワゾガン、サンガー中ゾン、コン根所、等のックは、ダライラマ所管地方ではないとはいえ、しかしながら、ロロンゾンは、タルチェドから非常に離れており、もし、内地に併合しても、コントロールが難しい。昔、内地都市であった中をさむ、リタン、バタン、また、内地付近のデルゲ、ワッシュルホルなどの地方は、共に、内地に帰属させ、東目を選び、 吉野食と関連グッズを授け、その地を管理させるべきである。ドロンゾン等の部落については、どうか、ダライラマに昇級して管理させ、特に大臣を派遣し、ダライラマに昇級する各部落について、ダライラマに、赤月悟るし、自出させるよう、願い立て祭ります。清市実録要請3年11月期の都筆事情、ここでは、 具志藩一族の俗領であったロロンゾン伊藤の地のうち、ディッチュカワイ政の地をダライラマに昇給すること、ディッチュカワ島の地を内地に帰属させるよう提案されている。犠牲大臣らはこれに提案の通り実施すべきであるとのコメントをつけて、妖精帝の最下を仰いだ。妖精帝による回答は次の通り、内地の強し会を確定し、ダライラマに給与する地方を万人たちに、 赤月悟るすることは、副都党、喪失のうち学士、万里、座作大らまゲレクチョルジラを使わして、提督周明と行動で、詳細に処理させるべきである。清史実録養精3年11月期の都筆事情、詳細な処理の内容について、チベット期、協業の項は、養精3年の記事として、次のように述べる。養精3年、松半鎮総兵館。 周明が、強氏を勘定した。初めて南、明生山の霊場を境界と定め、合わせて分解碑を立てた。峰の東バタンは、四川に属する。峰の西は、チベットに属する。その旨文察し中治は、雲南に属する。見所の強氏会が初めて分けられた。チベット期、協業要請3年チベットと青海の境界設定の時期は、 カム地方の分割よりさらに遅れ、1732年まで下る。この事情についてカズヤス氏、チベット府は次のように述べる。南ン,ン、バヤンから東の万民は合わせて79族、その地はトバンの旧族であった。一戦、青年、チベットの間に居住し、昔は青海の奴隷であったが、ロブ三段ンン人の乱の後より次第に勝負され、陽性9年。 堺市を勘定した。聖霊に近いものは40族、聖霊都等の管轄下に置かれ、チベットに近いものは39族、中倉大臣の管轄下に置かれ、総百個、三百兆等を設け、毎年、納めば、銀領を献じた。数安し、チベット府ここでいう、ドバンとは、古代チベットの王朝ではなく、チベットの総称である。昔は、 青海の奴隷であったとは、愚子藩の子孫たちに分属して、高農民となっていたことを指す。七十九族を四十族と三十九族に分割する教会は、単紋三脈に置かれた。実際には、この分割の際、三十九族は直ちに新朝の中倉大臣の管轄下に入ったのではなく、それに先立ち、岩田ポタンの統治を受けた。中倉大臣の管轄下に入るのは、 1750年から1751年のギュルメナムギールの乱事件の事後処理によってである。植引きの資料は、この点が写象されているが、チベット高原の中央部に分布している遊牧民集団の分割が1732年に行われたことを伺い知ることができる。手塚敏明 2011P135 手塚2011 pp 125135から136ありがとうございます。